日本史上最悪の獣害事件、三毛別ヒグマ事件をあなたはご存知だろうか。これは今から100年以上昔、北海道の開拓地に現れた恐ろしい人食いグマの話。皆さんどうも、キキョウと申します。今回は動物の起こした事件シリーズ第2弾です。シリーズって言っても他にやるつもりも予定もないんだけどね。みんなは自分にとって怖い動物とか苦手な動物とかいる？僕はね、クマが怖いんだよね。もうね、めっちゃ怖い。小学生ぐらいの時に、それこそ今回紹介する三毛別の事件とか、福岡大ワンゲル部の事件とか、クマに関する恐ろしい事件をいっぱい知っちゃってさ、クマがトラウマです。クマがトラウマってややこしい。クマ、トラ、ウマ、仮面ライダーオーズみたいな。で、わかんないか。僕の視聴者さんって意外と女性の方が多いから、一番わかんないやつだったかも。というわけで今回はその、クマが100年以上前に引き起こした身の毛もよだつような事件について、見ていきましょう。人食いヒグマ。1915年、北海道の山奥で土地の開拓をしながら生活している小さな集落があった。彼らは毎年冬になると、トウモロコシを低温保存するため家の外壁に吊り下げていた。しかしこの年の11月、とある民家のトウモロコシが何者かに食い荒らされていたのだ。近くに残っていた足跡から、その正体はかなり巨大なヒグマであると考えられていた。そう、すべてはこの時始まっていた。翌月の12月9日、この日、村の男たちは川に橋を架けるため、朝から出払っていた。この集落に住む大田三郎の妻、真由は、夫を見送った後、家事をしながら6歳の子供と過ごしていた。そしてお昼になり、休憩をするため、この家に同居していた男が一度大田家に戻った。すると、そこには、変わり果てた少年の姿があった。現場の状況からヒグマの仕業だと分かったのだが、その家にいたはずの三郎の妻、真由の姿もなくなっていた。この後、村の男たちは捜索隊を組んで、彼女を探すことにした。そして、翌日の12月10日、近くの森で捜索していた時、彼らはついに例のヒグマと対面した。その体重は380キロもあり、立ち上がると 3.7 メートルというあまりにも規格外の大きさだった。もう想像しただけで漏らしそう。ちょっと着替えてくる。この時、ヒグマはすぐに立ち去ったため、彼らはマヨさんの捜索を続けた。すると、この近くの木の根元で彼女の遺体が見つかった。その遺体はほとんど食べられており、頭部と足の一部しか残っていなかった。そのため、彼らはそのわずかな遺体を持ち帰って、彼女の葬儀を行うことにした。しかし、この行動が、さらなる悲劇を生むことになったのだ。いや、もう怖すぎる。VTR で出てきたように、めちゃくちゃでっかいクマなんだけどさ。クマってそもそも、時速50キロで走るし、嗅覚はワンちゃんの10倍以上あるし、泳ぎも木登りもできて学習能力も高いっていう超ハイスペックなんだよね。それでいてこのデカさはもうどんな武器を渡されても絶対戦いたくない。ちなみにこのクマはその体がデカすぎることによって冬眠する穴を見つけられなかった穴持たずって言われてるんだ。そしてこの穴持たずってのがまたすごい気性が荒いらしいんだよね。もうすでに2人の人間が犠牲になって1人が食べられるっていう最悪の事態になってるけど、この事件はここからさらに恐ろしい展開を迎えます。伝説のマタギ。12月10日の夜、大竹では亡くなった2人の通夜が行われていた。ヒグマが再び現れることを恐れ、少人数でしか集まらなかったのだが、その懸念は現実のものとなった。夜の8時30分頃、家にヒグマが乱入してきたのだ。その理由は彼女の遺体にあったと言われている。というのも、クマはとても執念深い生き物であるため、
隠していた食料を奪われたことにひどく怒っていたのだ。しかしこの家で人間を襲うことはなく、すぐにこの場を立ち去った。そして夜の8時50分頃、ヒグマはこの家から500メートルほどの距離にある別の民家に侵入した。そう、ここで惨劇が起こったのである。その家には妊婦や幼児を含む11人がいたのだが、ヒグマは次々に襲いかかり5人の命を奪った。当時を知るス記録書には、胎児とともに亡くなった妊婦の痛ましい最後の言葉が残されていた。この後村の男たちが駆けつけ、クマはこの家から立ち去った。しかし一刻も早く対処しなければ次の犠牲者が出るのは明らかだった。そのためこの2日後には警察から討伐隊が送られてきたのだが、ヒグマを発見することすらできずに行き詰まっていた。そんな状況を見かねた村人や警察はある人物を頼ることにした。それは隣村に住む荒くれ者のマタギ、山本平吉であった。彼は酒癖が悪く、何度も警察のお世話になっていたが、マタギとしての腕は確かで、生涯で300頭以上の熊を仕留めている。平吉は熊がどこに現れるのか正確に言い当て、そこに一人で向かった。すると、たった2発の銃弾で心臓と頭を撃ち抜き、人食いヒグマを仕留めたのだった。これが今から100年以上前に起こった三毛別ヒグマ事件の一部始終である。はい、どうだったでしょうか。やっぱりクマ怖すぎる。で、平吉やばすぎる。討伐隊が600人以上いても仕留められなかったみたいなのに強すぎる。漫画とかゲームの世界の人じゃん。もし今の日本でこんなヒグマが現れたらどうなるんだろう。やっぱ最終的には自衛隊とかが動くのかな。こんな伝説のマタギみたいな人、今はいなさそうだもんね。それこそ毎年北海道とかでさ、住宅街にクマが現れたってニュースとかあるじゃん。でもそういうのをハンターが射殺すると、今は猟友会とかにすごいクレームが入るらしいんだよね。でも僕それはどうかと思うんだよな。もちろん動物の命は大切だし、死なない方がいいに決まってるんだけど、それはクマが住宅街とかに現れて人に危害を加える前にどうにかするべき問題であって、町の人とかを守るためにクマを撃った人を悪者扱いするってのは間違ってると思うんだ。例えば寄せられる苦情の中では、麻酔銃を使えばいいじゃんって意見とかも結構あるらしいんだけど、麻酔銃ってさ、遠く離れた場所からパーンって撃って、スーッと眠りに落ちて安全安心に捕まえられるイメージがあるかもしれないけど、実際は全然そんなことないんだよね。確実に当てるなら10メートルとか15メートルまで近づかないといけないし、命中したとしても麻酔が一定時間効かないことなんてザラにあって、むしろクマを怒らせて危険な状態になってしまうんだ。そもそも麻酔銃を撃つのにはお医者さんみたいに免許が必要だから、誰でも撃てるってわけじゃないんだよね。でもそういう知識もない人たちがネットとかで、何やってんだよ、動物を殺すなとか、麻酔銃ちゃんと使えよみたいな上辺の批判をするのはやっぱりおかしいよね。実際こういうことが起こった時に守ってくれる人たちがいるから、僕たちは安心して暮らせるわけだし。またよかったらみんなの意見とかも聞かせてよ。ヒグマの生息地の北海道の人の意見とかも聞きたいな。ということで、最後にちょっと長めの雑談をしましたが、本日もご視聴ありがとうございました。